どうも、宮城県在住のお野菜太郎です。本日はですね、累計発行部数1億部突破しているあの大人気漫画、それにゆかりがあるお店に伺いたいと思います。果たしてその大人気漫画とは、そしてどんなお店なんでしょうか。早速行ってみたいと思います。さあ、やってまいりましたのは仙台駅から徒歩15分のところにございますムカデ屋さんでございます。こちら建物の2階にございますので、早速向かっていきたいと思います。ムカデ屋さんの前でございます。こちらのムカデ屋さんですね、なんとあの大人気漫画ジョジョの奇妙な冒険の4部に出てきますお店のモチーフとなった実際のお店でございますね。キラ・ヨシカゲがですね、ボタンのほつれを直しにこうやってくるお店でございまして、後に空城城太郎とのバトルにも発展するお店となっております。じゃあ店内の方に入っていきましょう。昭和9年創業の仙台市の老舗履物店でございます。和装履物はもちろん、靴や雑貨、さまざまな幅広い商品を取り揃えております。店内には有名人の方のサインもたくさん飾っております。ジョジョ大ファンの中川翔子さんや俳優の山崎賢人さん、そして声優の小野大輔さん、空城城太郎役の方ですね、本人でございます。さあ、ではここで、お店の方林さんにお話をお伺いしたいと思います。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ここはもう本当にあのジョジョの奇妙な冒険の第4部の実在するね、店舗ということで、もうやっぱりあれですか、ジョジョファンの方すごくこう来られたりしますか。はい、大勢来てくださいますね、こう後ろにもすごいこう、あ、そうです ね、はい、サインがたくさん飾ってありますけど、大勢ね、あとこういう、はい、あのこういったのも全部お客様からのプレゼントになってます。そうなんですね。もう飾りきれないくらい飾ります。はい、もう本当にこう聖地巡礼ということですよね。はい、はい、ね、でこのムカデ屋さんなんですけれども、はいはい、あのオリジナルの商品があるということをお伺いしまして、はい、ちょっとそちらの方のご紹介とかもいただけますでしょうか。はい、どうぞ。ロゴ入りのトートバッグ、はい、こちらは人気ナンバーワンですか。そうなんですね。じゃあこう本当にこう聖地巡礼とかで訪れた方がこれを買っていかれるということで、それ以外にも他にはね、はい、これ長寿ギガを模したものなんですけれども、はい、こういったペンケースとか、ペンケースポーチとかもございまして、はい、こちらお値段が1200円なので、1200円ですか。よく売れますね。あれ、これはどういった生地ですか。はい、これはね、倉敷のデニムです。倉敷デニムですか。うん、はい、あ、それを使ったオリジナルの商品ということですね。はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん仙台に立ち寄りの際はですね、このムカデ屋さんに寄っていただければと思います。お待ちしております。よろしくどうぞ。